So we are still continuing on. I just did a little random map battle too when I got back here because it still showed the exclamation mark. So it looks like it's just talking to Agumon. Wait, what? That works? I'm so fucking confused, dude. I thought, like, honestly, because it kept showing exclamation mark there. I was like, oh, it's just based on the timer thing, so every time I keep going back here, I'm accidentally gonna fuck up and then someone's gonna die. Looks like that wasn't the case. It just keep going back here and eventually I was gonna find someone. I don't know why, but yeah. 教授、しっかりしてください。教授、教授、すごい汗だぞ。大丈夫？大丈夫、大丈夫だ。すまない、取り乱した。幻を見ていた。いや、幻というには作為的な内容だった。あれは幻ではない。意図して作り出されたものだ。苦しめ、弱らせることが目的なのか。心を追い詰め、しかし壊さないようにしている。子供たちだけでなく、私にも見せようとしたのは、その理由は。教授、休みましょう。頭を動かしたら余計に疲れがたまります。ああ、すまない。たくまくんの一言でだいぶ落ち着いたよ。大人が子供に頼って情けない限りだが。そんなことありません。誰だって動転します。君だって幻を見せられたのだろうに、たくまくんは強いな。たくまくん、アグモン、少し話をしてもいいだろうか。教授の幻についてですか？そうだ、ことここに至ったならば、すべてきちんと話すべきだと判断した。私の名前は、水瀬明春。50年前に行方不明になった水瀬みゆきの弟、春だ。Yeah, this isn't a big shock. We figured this out like a long fucking time ago. I figured this out a fuck long time ago, so at least this like confirms it.私は今まで、この話は元の世界に戻るために必要のない情報だと。むしろみんなに余計な気苦労をかけるだけだと思い込み、言葉を濁してきた。ジジモンは、みゆきに声を届けても、それは対症療法、その場しのぎでしかないと言っていた。いずれみゆきを倒さねばならない。それが本当なら、教授とみゆきが兄弟だという情報はみんなに遠慮や迷いを生ませるでしょうね。
私もそう思っていたよ。だが、その思い込みは間違っているかもしれない。レナモンの憎悪も、レナモンが主についたことも、おそらく私の過去と関わりがある。すべてを救う鍵がみゆきであるならば、私の事情ももう無関係でいられるはずがなかったんだ。だから、無事にこの図書館を脱出できたら、すべてをみんなに打ち明けようと思う。私について、私の姉について、最初からすべてを。教授、今まで私は随分と不審な行動をしていたことだろう。なのに君は私を追及せず、そっとしておいてくれた。ありがとう。そしてすまなかった。いえ、こちらこそ。話してくれてありがとうございます。さて、まずは全員で拠点まで無事に戻ろう。そうですね。わかりました。そのためにも捜索を手伝ってください。まだ見つかっていない人がいるんです。ああ、わかった。全力を尽くそう。Well, at least it was worth it to keep going back here. So if it's still exclamation mark, I'm gonna keep doing it. 全員と合流したら、扉か窓を破って、一度この建物を出よう。罠の中じゃ調べ物なんてできないよ。まずはここから逃げ出すことを考えるんだ。お前たち人間は、またそうやって逃げるのか。待ち伏せていたのか。このまま逃がしては捕らえた意味もないだろう。無駄な抵抗はやめて、早く生贄になってしまえ。My guy, we could. Come on, you're not that strong enough right now. どうして主に力を貸すんだ。主はミユキを捕らえているのに。呆れるばかりだ。君たちは本当に同じことしか聞かないな。そのしつこさに免じて教えてあげるよ。すべてはみゆきを救うためだ。みゆきを救う？主から取り戻すってことか。そのためにこの子たちを身代わりにするつもりか。身代わりって、タクマたちとミユキを交換するってこと？主は生贄を欲してる。多くの生贄を食らって、初めて主の世界は広がるんだ。私は主の手足となってお前たちを連れていく。その代わりに、ミユキを返してもらう。主が巫女を返すはずがない。君は騙されている。だからといって、みゆきを、私の運命の子供を見殺しにはできない。運命の子供？じゃあレナモンにとってのみゆきは、僕にとってのタクマなの？お前たちの世界の時間で数十年前、多くの子供たちがお前たちと同じようにこの世界へ迷い込んだ。その中にいた二人の子供。It was pretty obvious, yeah. Same with Garurumon, you know, that, you know, Renamon was with Mewkyu and Garurumon's with Haru. That I knew that for a long time, too.秋春教授、いや
ハル。ミユキはミナセの巫女だ。世界と世界をつなぐ歌を操ることができる。ミユキはその力で、神秘の歌で、秋春、お前だけを元の世界に戻したんだ。Yeah, that's what we saw like at the very beginning. そうだ、レナモン、ここで見たお前の幻が教えてくれた。私の記憶の蓋、真実を隠す恐怖、あの悪趣味な幻は全てを取り払った。私はミユキ姉さんを置いて元の世界に戻り、そしてこの世界で感じた恐怖ごと記憶に蓋をしてしまったんだ。お前を逃がしたせいでミユキは主に捕らえられ、魂の半分を奪われた。その影響か、私が生き残った仲間を解き伏せ、ミユキを奪還した時には彼女は自我を半ば失っていた。お前の身勝手な保身のせいでミユキはこの世界に置き去りにされた。主に取り込まれ、正しく年を取ることも心を動かされることもなくなった。ハル、お前は自分だけおめおめと元の世界に帰り、置き去りにされたミユキを見捨てたんだ。ミユキはお前を救うために心を壊されて傷ついたのに、なのにそんな状態でも彼女は弟を待ち続けていたんだ。弟はきっと来てくれる。ミユキはそう信じていた。そう思わないと本当に壊れてしまうから。だから私はこの姿で彼女を支え続けた。Oh! Okay, that actually makes a shit ton more sense too. So apparently she can shapeshift or illusion type shit. I didn't know that Renamon could do that. But honestly, that makes way more sense, especially like why this version, like why there was two versions to begin with. And then why this one was like so like, you know, like obsessed, you know what I mean?So that's actually fucking crazy. That was just Renamon the whole time. Not some like weird split. だから私はこの姿でいた。ずっとお前の影帽子でいたんだ。お前がこんな老いぼれになるまで、ずっとずっと一人で彼女を助け、守ってきたんだ。レナモン、すまなかった。それは償いきれないほどの大きな罪だ。そうだ、贖えない罪の行き着く先は死だ。お前たちは全員主の生贄になってもらう。待ってくれ、タクマ君たちはこの話に関係がない。あるさ、ミユキを取り戻すための交換材料だ。いや、私の目的は復讐ではない。だが結果としてお前たちは死なねばならない。ミユキのためにお前の姿を取り続ける、その決断は私にとってどれだけ屈辱的なものだったか。この屈辱が分かれば、私の意志が固いことも分かるはずだ。だからって、こっちも黙ってやられるわけにはいかないの。私たちだって、仲間には死んでほしくない。フローラモンと一緒に生きたいの。あなたの苦しみは分かるわ。自分だったらって考えたら、たまらなくなる。でも、果たされるかもわからない約束のために、私の大事なミュウを生贄になんてさせない。
みんな、うん、そうだね。レナモン、僕には主が巫女を解放するなんてどうしても思えない。みゆきを取り戻すためにすべきなのは生贄を捧げることなのか。本当にみゆきを取り戻したいのなら僕たちで声を届けるべきだ。私たちの声はきっとみゆきに届く。だからレナモン。黙れ！レナモン。認めない。私ではなくお前たちの声ばかりがみゆきに届くなど認めない。おとなしく彼女のために生贄となれ。それがお前たちにできるたった一つの償いだ。All right, we're gonna fuck you up again. Hi, hi! Abare chan zo! Hare kitte itte miyo! What? What's going on? I don't know what that was, but that was actually cute. Was it? Does this mean, like, if I actually... Oh, fuck.Okay, see, now that's a challenge, because now you're in your ultimate form. Does this mean I could have gotten more help instead of just coming back here? I really don't know. Uh-oh. Shit, I think I could have just gone to those other two places first before doing this. I don't know.早めに終わらせる。私の力はこんなもんじゃない。おーい、タクマ。おー。おー、okay. Wait, so I'm even more confused. Maybe...Honestly, maybe there's probably something like if I did go over to those other two places, I would have found them already. Then what the fuck was the other two places about? Like, was it like, well, I get these guys faster, maybe affinity goes up, something else happens? I guess, I don't know, so sorry about that. I don't think if I went over there, it's gonna help them all go to like mega.Either way, so it looks like they all found me, and you know, they all, you know, were strong enough to push back those illusions. So that's good then. So now we're getting a lot more help.
よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。Oh fuck, really? Looks like these two are fine. I thought like they were gonna be captured or something. I don't, yeah, because I don't think like, oh, these are illusions after all. Like, no, we're able to control them. Like, you know, they get evolved, all that shit. So again, I guess probably going to those places were probably giving you something like extra. Other than that, I don't know.So let's just deal with this. I'm going to go. アンズルナ、早めに終わらせる。俺に任せておけ。はっ。さらなる力の解放だ。ファルコロン、いざ。番が来たんだね。私だってやるんだから。ガラモン、やったね。誰から私に奪われたいの。強く、より麗しく。はい。俺の番だな。僕の番だね。私の番ね。アンズルナ、早めに終わらせる。Come the fuck on. I didn't know it was gonna be insta like that. The mini can of Starbucks fresh coffee.
I think I have to restart. I don't fucking know. よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。Sorry, that's annoying. Really sorry about that, but you know, I'm trying to keep Agumon alive. Is that cheating? Eh, I don't give a shit. Once again, I didn't know that he was gonna have an attack that far, and he was just gonna one shot me like that. But, you know. Hey, whatever, just let it slide.立ちはだかる者は私の敵だ。ドキドキしてきちゃった。So you know you could just I'm a you know fast forward too. You guys could just skip ahead to you know me getting closer to Renamon again. Sorry about that. I'm just gonna try to get past as fast as I can. But I do know you know.Since they're all gonna be right here, I'm just gonna fully group up too.案ずるな。早めに終わらせる。よし、俺が行こう。苦戦してるのか、タクマ。な、か、あ、え、あれ、あ、All right, we're technically back to the same part, where we, where you know nothing happened, time loop, there go blah, we're back.よし、俺が行こう。絶対に勝つんだ。ヤタガラモン、すべては整った。
行くよ。おっと、俺の番だな。僕の番だね。俺の力も上乗せしよう。Bフレッシュ。案ずるな。俺に任せておけ。早めに終わらせる。誰から私に奪われたいの？仕方ないね。おっと、俺の番だな。僕の番だね。私の番ね。待ってました。私の力はこんなもんじゃない。カモン。案ずるな。早めに終わらせる。俺に任せておけ。番が来たんだね。仕方ないね。Thank you.
くぞ。おっと、俺の番だな。僕の番だね。私の番ね。案ずるな、早めに終わらせる。おい、俺に任せておけ。Wow, that was just insanely close. Oh fuck. Okay, I gotta think this out. I'll see if... How do I see if I could... I don't know how I could check the turn order fully. I was trying to see if I could use Labramon.Okay, no, no. He's, I don't think, look, from the looks of it. Okay, no. I have to just fall on heal and remove that annoying ass shit. I'm glad that didn't fucking KO him instantly. Banga kitan da ne.仕方ないね。Okay, I didn't know it would do a counter attack, but you know, that's my fault right there.僕の番だね。行くぞ。おー、グレイモン。私の番ね。もっと守れる力。ケルベロモン、これならば。どう戦うべきか。
俺に任せておけ。私が動く。行くぞ。番が来たんだね。どう戦うべきか。へっ！Well, I already beat, you know, the Wald Renamon. So right now it's just taking out the other ones. Honestly, it's gonna, this one's, now it's just easy.私の手番ですね。どう戦うべきか。俺に任せておけ。私が動こう。番が来たんだね。やっ！反撃の機会を見つけないと。どう戦うべきか。All right, there you fucking go. That wasn't that bad either. Ish.
定なもん、僕たちの勝ちだ。まだだ、まだ。もうやめて、これ以上は無理よ。まだ私は負けていない、負けて、いない。君とミユキの間に強い絆があるのは分かっている。私は君からミユキを奪ったりはしない。嘘だ。だってお前はミユキを見捨てて。嘘などつくものか。私は感謝しているのだ。君が辛い思いをしたことはよく分かった。私の存在が君をどれだけ苦しめたかも、どれだけ私を恨んでもらっても構わない。しかし今は協力してほしい。主の言葉を信じたところで君に待つのはさらなる忍耐の日々だけだろうから。何を言う。私は君にこれ以上の苦しみを与えたくない。そしてミユキにも。だからお前がミユキを語るなと。主が約束を守る保証などない。賢い君なら分かっているはずだ。それでも約束にすがってしまったのは他に方法がなかったからなのだろう。そもそも最初にミユキを脅かしたのは主だ。そして今度は君が主に騙され苦しめられたと知ったら。その時一番悲しむのはミユキだよな。レナモン、姉さんを、ミユキを主の手から取り戻そう。あの日、私たちがするべきだったことを今、成し遂げるんだ。Shit, another fight. Again, a little bit of me is still like, oh, what if I went to the other two locations? But they had exclamation marks too. Also, when are we gonna get. When's Garurumon coming back? Or is he just fully gone? Because he's still, you know, Haru's partner, Digimon.お前が寄り添っていた時とは違う。巫女の魂は我が内に沈んだ。いくら訴えかけたとて声なぞ届くはずもない。じゃあやっぱりお前は獣ごときの言葉に応じる必要などあるまい。
騙したのか、私を。レナモン、耳を貸しちゃダメだ。 Sorry if I missed like a bunch of content or something. Again, I know I keep repeating myself, but it's just like, it feels like I missed a lot of stuff. Yuki, 我が運命の子供、私の声聞いてくれ。ミユキ、ミユキ、頼む、私の声に答えてくれ。Oh shit! Is she going mega now? Or he, sorry, is he going mega now? そうだ、レナモン、私たちの思いを力に変えてくれ。Still sucks Gurumon didn't come to help. But hey, at least Renamon's going mega. That looks badass. That's a really fucking cool mega. Maiden of Divine Will. That's a trophy I got. Renamon reached mega. Sakuyomon. Was there like an option that we could have had a Gurumon help us out? I guess so. But it didn't seem like, you know, I was going to be able to get an option. So I don't fucking know.So, like, two more. Shit, so it's you. Which one should I do now? I guess you. Maybe there was some options to have Renamon come back to help us. I really don't fucking know. But, you know, again, at least Renamon, you know, we got her on our side. Him, her, you know what I mean? さあ、行くわよ。Oh wow, Miki used them too. In this medallion. Okay, hold on. First, let's see what we're actually facing against. Okay, so it looks like just waves of more Kenzokus. It looks like not much either. So, but we're still gonna stick as a group. You know, like, let's say.I'm trying to see like either middle or left. We'll just go middle. Sorry. Okay, can't use that. Oh shit, gotta be careful there. No. Okay. Then we're gonna leave it right here because it's actually really close to finish, you know, to an hour. But we missed, it looks like we probably missed some opportunities. I don't know if like there was a way to Gurumon fully on our side.Because again, there is a new game plus, which apparently is supposed to have like extra, like, you know, different shit that could, you know, different outcomes and stuff like that. So maybe that's something. But I'm not going to do that because, you know, it's playing the entire long game over again. Like, so it'll probably be with someone else playing in the future. I don't really know. And I think, I really think it's like the tail end of the game now. Because it looks like we're going directly after the master.And, you know, we even got Renamon on our side now.
who evolved to a mega, which is really fucking cool. At least we got our entire team to ultimates, so it does kind of like, it only kind of sucks they didn't get to megas, but ultimate is fine too. But that's gonna be it for now though. All right.